その頃からでしょう、東海の暴れん坊といってね、はい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 、そういうことになっていくわけですけどね、はい、一番印象的なのはその時にですね、星の海が優勝したはずですよ、星の海がね、荒牧、火の玉投手、あれをですね、もう大変数は開いた最後にね、うちの大道っていうのがね、これわざですよね、やつの球はホームランを打つんですね、これは印象的でしたね、荒牧はね、バッターは大道であります。荒牧投手第1球投げました、行きました、レフト前、大型上手だ、ホームランになりそう、ホームランであります。大道レフトオーバー、330フィートのホームランを放って盤上の気を放つ、優勝ホームイン。